では第92期政選ご覧ください。第9の記者会見を始めたいと思います。引き続きご覧ください。それでは、1人目の質問者に限りマスクを外してご対応いただきます。ございませんがよろしくお願いいたします。では主催の参議主任より質問をお願いいたします。藤木先生、お疲れ様です。参議主任の中島です。私からの質問はですね、昨年、規制を獲得されて約1年経ちましたけれども、この間2つ目のタイトル王位を獲得されて、銀河戦や朝日杯も優勝されてですね、好調な1年だったとは思うんですけど、藤井先生のこの1年はどんなふうにして過ごされてきましたか。どんな1年でしたか。あ、はい。そうですね、この1年は今までと変わったタイトルホルダーという立場になって、そうですね、その中で人物にやった機会などでは、結果を出すことができましたし、あとは今まで出てなかったら経験というのも多くなったりすることができて、成長できたりするんだったのかなというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは準備してマスクの方を見ていただいてよろしくお願いいたします。それでは各社から質問ある方は挙手をお願いいたします。指名された方は左右の近いマイクの方で質問をお願いいたします。いかがでしょうか。そして左手前から2番目の方どうぞ。スポーツニッポンの川野さんです。去年の、タイトル戦を迎える直前の心境と現在の、防衛を、目指す心境ですねっていうのを違いを伺いたいんですが、例えば去年は挑戦者決定して中3日で、ある意味勢いのままタイトル戦を突入されたと思います。それに対して今年は1ヶ月以上かかりました。その違いも含めて今去年の季節戦の直前の状況と今の状況の違いというのをお話しいただけますか。あ、はい、そうですね、昨年の季節戦は本当に調整が決まってから、すぐに第1局があったので、そうですね、自分としてはなんて本当にタイトル戦ということはあまり、意識する間もなくという始まったという感じだったんですけど、そうですね、そうですね、今回はタイトルホルダーという立場で9戦を迎えることになって、そうですね、その挑戦者がそのまま自分自身に決まってから、今日までなんか徐々に気持ちが高まってきているのかなという感じは、します。挑戦者を迎えるにあたっての準備というのはご自身としては十分にできた期間だと思われますか。はい、そうですね、自分なりに、しっかり取り組むことができたかなというふうには、思っています。ありがとうございます。それでは他に質問のある方いかがでしょうか。今また左2番、前から2番目の方、NHK の川井と申します。今回、小川勝負挑戦者は、若宮明さん、去年タイトルホルダーの方として藤井さんが挑んだ相手ですが、挑戦者、渡辺さんを迎えるということの心境、また挑戦者に渡辺さんが決まったとき、率直にどのように感じられたか含めて、またどのように戦いたいかという2点を教えていただけますか。はい、そうですね、渡辺には今年の名人戦も応援されて、本当に大変充実されているという印象があります。そうですね、そうですね、もう挑戦者決定戦の対局は、そうですね、途中苦しい場面もなかったかと思うんですけど、そこからも非常に粘り強くされていて、
やはり本当にもらえるかなという認識を本当に改めて感じました。はい、今回のバントークでは、まあ、その渡辺さんとして迎えて、まあ、どのように戦いたいと感じていますでしょうか。あ、はい、そうですね、渡辺名人はやはり、まあ、バンショットは特に本当に、まあ、作戦が巧みという印象がありますので、まあ、そこでなんというか、まあ、遅れを取らないようにこちらもなんとかしっかり対応できればなというふうには思っています。では他に質問のある方はいかがでしょうか。右から2番目、前から2番目の方どうぞ。あの中日新聞社の田村と申します。お疲れ様です。昨年は渡辺さんと戦った後での印象でですね、あのシリーズを通して作戦を立てられて大変巧みな印象を受けたというお話がありました。まあ、対して藤井さんは目の前のタイミングに一曲一曲全力を尽くすというふうなことをずっとお話しされてきたわけですが、今回2回目の経験ということで何かそのシリーズを通しての戦略というところまで踏み込んでいかれるんでしょうか。はい、あ、そうですね、まあ、ただ、そうしたらやっぱりそういった戦略という面ではやはり、なんていうか、まあ、渡辺名人の方に、まあ、一律の長があるかなというふうには思っているので、まあ、そうですね、まあ、ただそれに、なんていうか、対して、まあ、なんていうか、こちらが、なんていうか、まあ、しっかり考えて対応していきたい、まあ、いければというふうに、はい、思っています。あの先日の順位戦で稲葉八段に委ねながら敗れられたんですけれども、その前もあの長瀬戦ですとか三浦戦で、まあ、あの苦しい戦いがちょっとこのところ続いているかなと思うんですが、今の自分の調子というものをどうやって見られておりますか。あ、はい、そうですね、まあ、客観的にはまあ状態がいいというわけではないんでしょうけど、まあ、ただそうですね、まあ、その規定戦なんとか開幕が決まってからなんとかまあそれに向けてなんとかまあコンディションを整えていければというふうに思っていましたし、まあ、そうですね、まあ、なんていうか、まあ、自分自身の気持ちを高めて、まあ、明日臨めればというふうに、はい、思っています。最後にやってみましょう。6月下旬には、王位戦で、あの、強敵の豊島二冠と戦うわけですけれども、まあ、あのタイトル戦、最長で12回戦うことになります。それの、まあ、幕開けにあたって、どんな心境でいらっしゃいますでしょうか。あ、はい。そうですね、まあ、そうですね、6月にはもう王位戦も始まることになるんですけど、渡辺名人と豊島竜王という、まあ、本当に将棋界を代表するお二人との、まあ、対戦になるので、まあ、自分自身とても楽しみですし、まあ、なんていうか、まあ、その番勝負を、まあ、成長できる、自分自身成長できる機会にしていければなというふうに、はい、思っています。ありがとうございました。はい、それでは他に質問のある方はいかがでしょうか。では2年生から2番目前田さんだと思った。はい、あの今チームの北野と申します。こんにちは。していただいて、あの以外はタイトル OS 一人前という言葉があるかと思います。あの藤井棋聖自身そのように思うか、それともちょっと違うか、あの大山という生命人の言葉だそうですけれども、棋聖のその前の思いを聞かせてください。そうですね、まあまあ自分自身なんというか、まあ、防衛戦というのは初めてなので、どうでしょう、まあなんかその防衛戦、まあ、やってみると、まあ、やっぱり挑戦とは違うところもあるのかもしれませんけど、まあ、自分としてはあまりそういうその違いというのは何とか意識せずに、まあ、その今回の棋聖戦にも臨めればなというふうには、はい、思っています。ありがとうございます。では他に質問ある方はいかがでしょうか。はい、では手を挙げてください。昨年のですね、2つのタイトル戦から、まあ、あと1年あったということなんですけれども、あのこの1年間ですね、ご自身で成長したという実感が持てるようなところというのはありますでしょうか。
あ、はい、そうですね、まあ、そうですね、まあ、なんとか、まあ、はっきりとは、まあ、分かるということではないですけど、まあ、なんとか、最初は序盤のその形勢判断や、操作し方の、まあ、改善というのに取り組んでいるので、まあ、そうですね、今回の大勝負でも、なんとかそういった、まあ、序盤からの、そういう、まあ、工夫というのを、まあ、まあ、お見せできるように頑張りたいなというふうには、はい、思います。今回は持ち時間4時間ということですけれども、それについてのもう対策みたいなのはありますか？あ、はい、そうですね、まあ公式戦持ち時間4時間の対局自体は多いですけど、まあタイトル戦ですと少し、まあ、スケジュールが異なってくるので、まあそういう昨年のこともまあ少し思い出しながらやることにはなるかなとは、はい、思います。残り質問、1、2名とさせていただきますが、質問ある方は前3位戦で前から、あ、失礼しました、右から3番目になります。失礼しました。特に新聞の下です。対局戦が始まると、先ほど食事だったり挨拶だったり、そういうイベントもあると思うんですけど、そういうイベントとか心が、あ、はい、そうですね、まあ、そうです、まあ、まあ、食事についてはやっぱり、まあ、タイトル戦でその、まあ、全国いろいろなところに行くことができて、まあ、その中で、なんとか、まあ、地元の、まあ、食べ物をいただけるというのは、まあ、すごく、まあ、楽しみにしていることです。まあ、そうですね、今回、まあ、第1局は、まあ、残念ながら前夜祭なくなってしまったんですけど、まあ、そうですね、まあ、タイトル戦ですと、なんていうか、まあ、そういう、やっても、その、まあ、もちろん注目もしていただきますし、ファンの方と接する機会も、まあ、多いかなと思うので、まあ、そういったところも、まあ、なんていうか、力に変えていければなと、はい、思います。ちょっと今日喋っているのを聞いて、こういう技での体験とか挨拶の声が前よりも大きく喋っているような気がするんですけど、これは私の気のせいなのか、ちょっと意識して少し大きく喋っているのかどうなんでしょう。そうですね、まあ、あんまり、まあ、意識しているというわけではないですけど、まあ、そうですね、結構、まあ、声が小さい方でもあるので、まあ、少しなんというか張らないといけないこともあるかなという気がします。では質問を残り1名とさせていただきます。今手を挙げていただいている前川さんは、どうぞ。地元の木更津市の新北小学校から申します。木更津市にも将棋を楽しむ子どもたちがたくさんおります。そして初めて木更津市で行われるこの体育の戦で、北海道市内の子どもさんたちもたくさん楽しみにしております。その子どもたちに対して将棋の楽しさとか、なんか一言メッセージを頂戴できますか？あ、はい、そうですね、まず、まあ、今回、まあ、自分自身も木更津を訪れるのは初めてなんですけど、本当に、なんとかも対局室から眺めも綺麗で、本当に、まあ、素晴らしい対局場を用意していただいたことに感謝しています。そうですね、まあ、今回はやっぱり、ちょっと緊急事態宣言の延長もあって、なんとか、まあ、少しイベントが、まあ、中止になってしまうという残念なこともあったんですけど、そうですね、本当に、まあ、明日、まあ、熱戦になるように、まあ、全力を尽くしたいと思っていますので、なんというか、まあ、楽しんで観戦していただきたいなというふうに思いますし、また、そうですね、まあ、子どもたちが、まあ、これからも本当に楽しんで将棋を続けてもらえたらなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。これで藤井棋聖の質疑応答を終わりたいと思います。
ありがとうございました。